こんにちは、袋歯科医の袋です。本日は、PMTC を用いた予防についての、第4回として、エアフローという処置と、エナメルによる、エナメル質の再構成というところについて、ご説明していこうと思います。PMTC 自体の流れからするとちょっと外れるところなんですが、特にエアフロー、そしてリナメルっていう処置は、PMTC をする上で、付随する、まあ、割とメイン的な処置になってきているので、その辺についてご説明していこうと思っています。エアフローとは、水と超微細なパウダーをウォータースプレーで吹きつけて、歯の表面の汚れを強力に、取り除く処置です。昔から重曹などを使って歯の裏側のですね、汚れ、ステインを取るっていう処置はあったんですが、それをまたさらに強力な力でやるようになってきています。歯の表面の紅茶やコーヒーなどによる色素沈着やタバコによるいわゆるステインなどには効果的です。ステインを歯の表面を傷つけることなく短時間で落とします。また口臭予防にも効果的とされています。エアフローを用いると通常の研磨剤を使うときよりも隅々まで着色を落とすことができます。また、歯の表面がよりツルツルになるので、その後の再付着も少なく、なる印象があるとされています。歯周病治療によるエアフロー、歯周病治療の場合はさらにちょっと違う使い方をする場合があります。エアフローの材料としてアミノ酸、グリシンを用いることで、歯面を傷つかずに、ポケット内に用いることが、最新の技術でできるようになってきています。エアフローは以下の人に特におすすめです。矯正治療により固定性の器具がついている人、歯並びの悪い人、缶や詰め物がたくさん入っている方、歯周病により中程度のポケットのある方、インプラントを入れている方、そして歯の着色のある方などです。その他、放出直後の歯の溝の表部分や首の根っこの中、歯の根っこの中、あるいは歯周ポケット内のプラークも除去することが可能です。ハンディジェットパウダーという名前で売られているものがあるんですが、アミノ酸のグリシンでよく今、歯周病に使われているのはこのペリオというもの、そしてから通常に汚れを取るために使っているのはこのソフトというものです。アミノ酸のグリシンをベースにしたパウダーですが、蒸気のものに、蒸気というか前、以前のものに比較して粒子径が小さいため、歯肉塩化のプラーク除去に応用することができます。特に歯周病の方で深いポケットが存在する場合のメンテナンスにおすすめです。これはこのペリオですね。またインプラントのメンテナンスにも使用していますということです。こちらの方はどちらかというと矯正の処置だとかそういったところに用いるようなパウダーです。リナメル、クリーニングの後に行う歯のトリートメントです。専用のトリートメントペーストの中に歯の成分と同じハイドロキシアパタイトの小さな粒子が含まれていて、このペーストを歯の表面に塗り込むようにしてクリーニングを行います。それにより歯のエナメル質の小さな傷が修復され、滑らかになるとされています。滑らかな歯には、汚れや着色がつきにくく、透明感のある白さと輝きを用いることができるとされています。ナノ粒子というものを使って、この歯の表面にある、小さな傷ですね、そこを結晶化させることによって、艶や輝きを、復活させることができるんだそうです。以上です。